皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。なんか目すごい綺麗だよね、この人。ああ。忠実であれってこと？うん。ああ、落ちた。うん。これ胸から出てんだよね。落ちたの尻尾のとこ。うん、確かに目立つよね。逆に優しいじゃんって。うん。逆にってか、やっぱり優しいじゃんって。単純やな。オープニング入りました。いやー、ほら安くなっちゃうよな。あんな環境で育ってたら。これオープニングあれだったんですね。米津さんだったんですね。全然気づいてませんでした。それ気づいてる状態で聞いたら、確かにそうだった。本当に首輪つけて、犬みたいに歩いてるの。なんか他にあれかな？悪魔に乗っ取られてる人とか出てきたりするってことかな？あんな風にね、言うってことは。あの扉何なんだろう？一話の時の最初のね、はぁはぁ言いながらなんか開けてたけど、なんか後から出てきますみたいなことをコメントで教えてくださいましたけど、オープニング終わりました。ああ、どうした？そうなんだ。ええー。悪魔と仲良くなるのが？
珍しいってこと？ね、そういえば自己紹介してなくない？混じり合ってんだ。ああ、早く食べさせてあげて。お腹も空いてるよね。食べさせてくれる？あんして欲しかったのね。それそれ。マキマ。わあ、小悪魔。大丈夫なの？でも、ちゃんと男扱いしてくれるの？犬とかなんとか言ってたけど。これ手ごめにするために言ってるんじゃないの？おう。東京本部。各地にあるのかな？ああ。夢見させてるだけじゃないの？そういう行為ね。あ、それが制服なんだね。なんか本当あれだよね。あの悪魔の形状とかといいさ。呪術廻戦思い出すね。早川秋。はい。刀青年。なんか、おだてるのがうまいというか、なんて、乗せるのがうまいよね。マキマさん。やる気出させるのがうまいというか、転がし方がうまいというか。裏道？なんで？閉められるの？仲良くしなさいよ。新人いびりですか？ちゃんとしろって。なるほどね。警告というか、先輩からの。
でも生きていけないじゃんね、彼ね。勝手に決めんなっての。え、金的？ああ。まあ確かに。根性はあるでしょう。だってそれで生きてきたもんね。ポチタがね。またそこ、ピンポイントで。まあ、ある意味 卑怯といえば卑怯だけど報告？仕方が。まあ、最初ぶつかり合ってた方がいいよね。いきなり仲いいよりは。めんどくさいのばっかり。じゃあみんなやっぱり、普通に人間なのね。なるほどね。処分対象になっちゃうわけね。まあ逃げようないよね、でもね、今んとこは。ああ、そういう人多いのかな。拾われたんだね、彼もね。ちょっと言い方に語弊が。出して、いっぱい出てるけど。それ美味しいかい？大丈夫かい？いろいろ混ぜたでしょ。お風呂入ったことないってことはないよね。共同生活は大変だよな。使い切った？アキさん、おろしてる方がいいな、髪の毛。
またなんか事件が。立てこもり？そうだよね。学校行ってないもんね。ああ、なるほど。それが魔人なのね。おう。なんか見ればわかるとか言ってたね、確かにね。え、どういう感じ？ああ、そういう感じなんだ。うんうん。え、大丈夫？そのまま戦ってんじゃん。刀両断。まあそっか、楽にというかね。なるほどね。ああ、そういうことが多いのかな。まあね。いや、本気ではあるだろうけど。なんか、義勇さんがちらつくんだけど。まあ、だってそうだよね。助けられたもんね、悪魔に。スタンスが違うんだよな。みんなとの。本当に？いや、まあ、そうだよね。まあ、でも優しさもあるよね、きっと。彼の。え、近くに？ああ、人生の目標とか？ そこね。はいはい。え、それ目標？あ、揉める、そこなんだ。まずそこからか。おお。まあ、いいんじゃないかな。そうだよね。お、女性？また、新キャラが。気をつけって。ちょっと、似たような感じじゃん。いや、それ自分もでしょ。
あ、む、そこで判断すな。パワーちゃん。なるほどね。ああ、解体とか言わないで。あ、解体ってそっか、グループの解体か。怖い怖い。この子は角が生えてんだね。この子のなんか生い立ちじゃない、なんか気になるね。どうしてこうなったのかとか。あ、でも魔人ってことはの、悪魔の方の人格ってこと？そこね。嫌な顔してね。しぶしぶって感じね。なんか目に特徴あるね。ああ。厄介事を押し付けたんじゃなくて？厄介者同士くっつけようみたいな。なんだ、オラ戦いてみたいな感じか？ナマコー！あー、やっぱり、おーわー！血で武器つくんだ。こっちはこっちで野生児みたいな感じだね。確かにパワーだね。パワフルー。エンディング入りました。キャラが濃いな。あ、ファイルーズさんか。好き好き。なんかぴったりだね。こういうキャラ。なんか1話がさ。あ、でも服着てたか。なんか、デンジ君が外、なんて言うんだろう、半裸のイメージが強すぎて、なんか2話で服着てるのがすごい変な感じする。これなんか住んでるとこって寮だったりするのかな？この人たちか、エンディング。なんかやっぱり、オープニングといい、あれですね。ヒットメーカーというかね、有名な人たちが担当してるよね。それだけこの作品にね、力が入ってるんだろうね。そうだよね。この作品自体もね、すごい、人気ありますもんね。はい。チェンソーマン2話ですね、見終わりました。新たなキャラが出てきましたね。早川さんとパワーちゃん。いやー、なんか後半から結構盛り上がるパターンが多いですね、この作品ね。前半はね、ちょっとね、まあ新しい生活にみたいな感じでね、ちょっとね、あれでしたけど、東京着くまではね、なんかすごいさ、いや別にその悪いとかじゃなくてね、
なんかすごいその最近まで見てたからっていうのもあるんですけど、呪術廻戦がすごい頭によぎるんですよね。あーなんかそっかそっか、やっぱりあれなんだ、そのデビルハンターになった理由が親戚とかね、親類をその殺されたからっていう理由でデビルハンターになる人も多いってことですよね。まあ、もしくはその警察の人だったりとかは、その悪魔とかからの被害から家族とかね、大事な人とか、まあみんなをね守るために警察の仕事を頑張ってるとかね、そういう世界観なんですね。なるほどね。そうだよね。早川さん的にはさ、そういうなんかその家族を殺されてとかいう理由の人からしてみれば、すごいデンジ君はチャラチャラしてるように見えるというか、牧間さん狙いで入ったんじゃないのかとかね、そういう風に見られちゃうんだね。でも彼は彼なりにね、ポチタに心臓をねもらったりとかさ、ああいう生活しててね、彼は彼なりに一生懸命生きてて、なんていうのかな、まあ生きるためにっていうのもあるよね、このデビルハンターをやるのはね。まあでもそれはまだちょっと、なんていうんだろう、仲間には伝わってない感じだよね。まあちょっとパワーちゃんは置いといても、まあなんかその早川さんとこうぶつかりながらも、仲間とぶつかりながらも結束していくのかな、どうなんだろうね。結構少年漫画ってそういう、まあ最初はねバチバチにぶつかってたりすること多いですよね。まあでも多分そのうちきっとお互いを認め合ったりっていうことになっていくのかな。なんだろう、でもあのエロ本をさ、その汚したくなかったからっていうのは、まあそれもあるかもしれないけど、絶対あれだよね、デンジ君の優しさもあるよね。嘘ではないと思うんだよね、その早く楽にしてやりたかったみたいなのね。なんかそのポツタのことを思うと、そうだよなって、自分もそういう風になってたかもしれないしとか、彼の思いっていうのはすごいわかるんだよなって気持ちになっちゃうんだよね。そうだよね、彼だったらそういう風にするだろうなというか、天智くん優しいもんね、根っこがね。なんでも初日からというかね、いきなりあんなにバチバチに戦ったりってすると思いませんでしたね、あの仲間になる人とね。まあでも最初にね喧嘩しといた方がね、だんだんとこう、なんて言うんだろうな、その過程を見せられるよね、仲良くなるというか、仲間としての絆をね深めていくのにね。死体を乗っ取ったのが魔人なんだね。で、悪魔の方の人格が出てるのが魔人だって言ってたよね、その乗っ取ってる状態。ということはパワーちゃんは元のその人間の人格ではないってことかな。彼女は彼女でちょっとキャラクターが濃いよね。なんか見た目がどうとかそういう問題ではなくて、キャラクターが本当にパワフルでしたね。あれはそのどうなんだろう、デンジ君もそうだけどさ、仲間とこう協力して戦えるのかな。まあなんかあれはあれで面白いキャラだからいいんですけどね。なんかちょっと気になったのが、その魔人だって言われてるパワーちゃんの目がさ、なんかなんて言うんだろうな、瞳の中にちょっと赤いなんか模様っていうのかな、なんて光彩とはちょっと違うと思うんだけど、なんか赤い模様が入ってて、なんかあの感じってちょっと牧間さんも似てません？黄色というかオレンジのような瞳にちょっとぐるぐるぐるって赤い線が入ってるみたいな感じ？牧間さんって人間なの？みたいな、ちょっとそこ気になりましたね。なんか目がすごい特徴的だなって思ったんですよね、牧間さん。で、目を映すカットとかも結構多くて、なんか関係してるのかなみたいな、それもちょっと気になりましたね。今後分かってきたりするのかな、なんか彼女にも何か秘密があるような気がするんですよね。
まあ、今回はちょっと戦うシーンとかはね少なかったんですけど、まあ、最後あれですね、パワーちゃんがバーンってやってましたけど、まあ少しずつなんかいろいろ分かっていったりするのかな。悪魔のこともそうですけど、デビルハンターのねお仕事についてとかね、少しずつその世界観も分かってきてますもんね。悪魔がいるのが普通の世界観なんだとかね、なんて言うんだろう、そのリアルの世界の中にその悪魔っていうファンタジー、リアルの世界の中に悪魔っていうファンタジー要素が入ってるのがなんか面白いですよね、この作品ね。でもなんかナマコとかトマトとかさ、なんか悪魔の種類というか面白いですよね、何でもあるんだみたいな。1話のねゾンビの悪魔も面白かったですけど、なんかこれからもねいろいろちょっとユニークな悪魔も出てきそうなので楽しみですね。なんかデンジ君ってあれですよね、その多分育ってきた環境というか、その中でその多分狭いねコミュニティで生きてたからっていうのもあって、いい人なのか悪い人なのかっていうこうざっくりとしたねこの二分化というか、どっちかしかいないみたいな思ってるところがあるというかね、そんななんかこう判断基準を持ってるっぽいですよね。なんかそれもちょっと面白いなって思ったのと、彼がねこれからねいろんな人と出会ってこういう新しい生活を始めることで、あーなんかいいやつなんだけどちょっと悪いところもあるやつがいるとかさ、そういうなんかなんて言うんだろうな、単純にそのいいやつ悪いやつだけじゃない人もいるというかね、もっともっと人間って複雑なんだよっていうかね、単純じゃないところとかきっとデンジ君も分かってくると思うので、なんかそういうところも含めてデンジ君がもっともっとね人間関係だったりとか悪魔以外のこともね、そういうのも学べたらいいですよね。まあなんかシンプルなのもねもちろん大事なんですけどね、でもなんか本当にいいやつと悪いやつだけじゃざっくりと割り切れないところがあるのが人間なんだっていうのがこれから分かってくるのかなとかね。あとなんか彼がねちゃんとご飯食べれてよかったなとか、お風呂ちゃんと入れたりとかね、なんかそういうちゃんとした生活をしてるのを見て、早川さんは大変だろうけど最初はね、まあ共同生活で学ぶことも多いだろうしね、なんかちゃんとした生活ができてるのを見てちょっとなんかお母さん的な感じでなんかうるうるしてしまいました。なんか良かったねみたいなね。ということでチェンソーマン2話ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではマーブルでした。